始まりました、カスタムチャンネルです。今日はですね、このバーンぶつけたところね、塗装しくってるところ修正から今日はスタートです。ハンドル買ってもいいんですけどね、安いからさあまずは清掃清掃清掃、あなたも手を洗いなさい。まずは清掃清掃清掃、まずは清掃、めんどくさいからこのまま全部塗るよ。さあ、このマス、キャリパーか、キャリパーを今回自家塗装しようと思っております。せっかくなんで、パーツを全部外したいんですが、結構錆びてるので、はいはい、ちょっと潤滑させてですね、裸にしてマスキングして塗装したいと思います。さっきフロントはめっちゃ硬かったな。あー硬い。マジか。叩くか。はい、いけた。はい。これっす。うわ、汚っ。錆びてます、中が。まあ多分俺ネジロック剤みたいな。はい、ですね、昨日、これの弱くて開かなかった問題がこれでは開くのかどうか試してみたいと思います。左回りやな、大丈夫。よし、持っとくのが難しいねんなこれね。開くかな。あ、回った。はい、ちゃんと回りました、回りました。取れました。うわ、同じくすごいですね、サビが。ほら。ね、はい。じゃあ、これがフロント。はい、洗ったんですけど、錆びてる部分とかですね。ちょっとあります。で、この黒い方は割と綺麗なんで、多分綺麗に染まると思うんですけど、こちらの方がですね、ちょっとやっぱ水平で出ないとことかもあるんで、ちょっとグラインダーで処理したいと思います。散歩サビのひどいところには3ポール付けします。ちょっとお話にならないということでやっております。はい、お湯でしっかり、洗って拭きました。ちょっと乾燥させてマスキングして下地からやっていきます。お湯に溶けながらですね、磨いてるんですけど、なかなか綺麗にならないですね。こういう際みたいなところがなかなか厳しいもんがあります。それ頑張ります。はい、マスキングめんどくさいな。はい、それではですね、下地のプライマリー塗っていきたいと思います。温め作業しましょうか。温めて交互にいきましょう。
とりあえずまだ全然濡れてないけど、こちらもいい感じです。ガンガン行きましょう。はい、ということで、キャリパーですね、塗りました。結構綺麗にシルバー塗れました。結構綺麗に塗れました。はい、で、結構しっかり塗れて、で、まあ、こっちは下地やりました。今度ね、またシルバー塗ります。で、あの傷がついてたとこなんですけども、あたこたもなく傷が消えました。ありがとうございます。まあ、清掃、カル分解と耐熱塗装等をやらせていただきました。パーツがですね、どんどん入ってきしたい、どんどん組んでいって進めようと思ってます。ぜひ皆さん応援お願いします。多分塗ったらあかんとこもね、塗ってる可能性もあるんですけど、多少のミスはご愛嬌ということで、どんどん進んでいきたいと思います。カスさんチャンネル、それでは。